道理だ。逃がすか。もう終わりにしよう。もう終わりにしよう。狙い通りだ。いい運動になったよ。血の葉のところ、行くわ。みんな行くよ。変身完了よ。一気に決めてみせるわ。悪を倒し、勇気を示す。うなる必殺の王国過激団。私の番ね。別にあなたに興味ないわ。知りなさい。オムニクラッシュ。出直してらっしゃい。Thank you.
まで連れてきたよ。まあ、技術者まで。さあ、褒めるがいい。さすが私、冒険の成果も2倍2倍。城に囚われているとは予想外だったが。ありがとう、ネプちゃん。さすが女神勇者ね。何にしろよかったわ。これで 3D ゲームを復元、量産することができる。お願いしていいかしら。ここに来るまでに大方の話は聞いている。もちろんだが、やることを考えると私たちだけでも手が足りない。え、そうなの？だが、最新技術の技術者は城に囚われていた私たちだけじゃない。城に囚われた技術者はシルクワームにこれまで通りの 2D ゲームだけを作るよう脅され、誓約書にサインするよう迫られる。そこでサインした者は城に残され、そうでない者は皆しも。前に聞いた、シルクワームの本拠地が建てられているという島だな。あ、私の故郷です。サインを断り、島に送られた者たちこそ一番新しい技術を知っている。新しいゲームを、新しいゲーム機を作るのなら彼らの力が必要だ。無論私たちもできることはさせてもらうつもりだが。わかったわ。なら島に送られたという技術者たちの救出はこちらに任せてちょうだい。私はしばらくお休み。閉店ガラガラね、ネプちゃん、頑張りましょうね。私はアジトを離れられないけど。明日でいいよね。明日から頑張るから。それは頑張らないやつのセリフだ。分かったよ。じゃあ明後日から頑張る。明後日から。伸ばす方に修正するな。私は信じるわ、ネプちゃんを。明日からね。はい。なるほど、そういうプレッシャーのかけ方もあるのね。あら、かわいい猫ちゃんね。この子、レジスタンスで勝ってもらうことってできるかし、アイリーっていうの。ええ、もちろん歓迎するわ。ありがとう。よかったわね、アイリー。にゃん。本当にお疲れ様、みんな。お茶でも入れましょう。なんだこのゲーム、社長の仕事だ。すげえ。この声って隣から？ああ、隣のゲーム部屋ね。まあ、ゲーム、いいですわね。というか、ゲーム部屋なんてあるのね、レジスタンスに。ないとベールちゃんが困るでしょ。技術者が揃えば、開発室にもする予定だったわ。ちょっと覗きに行こっか。私は本が読みたいわ。いいから、行こう行こう。3D ゲーム、すげえ。本当だ、私たちのゲーム機で遊んでるよ。遊園地であれだけ女神の姿で戦っても視野が足りずに済んだのは。そうね、なんだか嬉しいわね。昔はこんな光景が当たり前だったのに。本当、私も混ぜてもらいたいですわ。でもよ、ネプ、やっぱりこっちの紫のゲーム機が一番面白いな。何言ってるの、黒のゲーム機が一番優秀でしょ。いや、こっちの白のゲーム機だな、これが最高。分かってないね、あんた。この緑が最強よ。セーブデータが。ちょ、お前、今いいところなんだから黙ってろ。久々に切れちゃったわ。屋上に行きましょう。ちょっと待った待った。あ、お前たち。ゲームを楽しんでくれてるのは嬉しいけど、どっちが上とか喧嘩しちゃダメだよ。ええ、昔はどのハードが優れているかで戦争すら起きましたけど。繰り返さないでほしいですわ。そうよね、どのゲーム機もすごい映像で 2D ゲームなんじゃダメゲーに思えるわ。
は違うわ。比べるようなものじゃない。そうよ、 3D には 3D の、 2D には 2D の、それぞれの良さを生かしたゲームがあっていいの。そこで 2D ゲームを排斥しようとしたら、シルクワームと一緒、ダメのダメダメだよ。そうよね、つい浮かれちゃって。 いえ、それくらい私たちのゲームを楽しんでくださるのは嬉しいですわ。私たちもシェアの奪い合いで争ったこともあるし。あったわね、ちょっと懐かしいわ。俺確かにこの 3D 映像のゲームすごいって思うけど、シンプルな 2D ゲームも好きなんだよな。テトリスとか。そうそうあるぞ、私のゲーム機ならそんなゲームが遊び放題だ。おお、ああ、俺のリスが。よし、私が一匹よ。なあ、いつ交代してくれんだ。汚いわよ、同じ技ばっかり使って。おい、リス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 。ということで、これにて一件落着私も強いですわよ、ビールがやる気だ。招かれざる客への旋律は憂いの終端曲。そろそろレジスタンスどもがこの島まで来るかもしれませんね。おい、乙部ちょんな、呼び戻しといてほったらかしとはどういうことだよ。想像しいですね、京王。私は待機を命じたはずですよ。知らねえよ、何も用がねえなら俺は試練場に遊びに行ってくるぜ。ネプネズミのために新しい罰の準備しなきゃいけねえしな。いけません、マイとスララにはしばらくここシルクワーム総本部にいてもらいます。命あるまで待機を。大丈夫、そう遠くないうちに面白いイベントが起きますよ。くっ、うっさんくせ。ああ、そうだ、そういやメカフェチがおかしなこと言ってたぜ。なん、スララが。自分は 2D ゲームが好きだが、なんでだからって 3D ゲームもあっちゃいけないんだろう、わかんないよってな。いいのかあれ。うん、そうですか。そろそろスララもまた調律が必要かもしれませんね。なんだよ。いいえ、別に何も。け、言っとくぜ、てめえが裏でこそこそ怪しい動きしてるってのは俺も知ってる。俺は俺が楽しけりゃそれでいいがな。せいぜい足元すくわれねえように気をつけな。三重士のナンバーワン様が試練場送りになんてならねえようにな。ガッハッハ、楽しみに待ってるぜ。やばんな、ノイズの塊ですね。かぬ荒々しき獣へは静かなるセレナーデを。怪しい動き、私はそんなものしてません。なんだお前、初めて会ったというのにやけに私に懐いてるな。こら、くすぐったいぞ。キュー、くうー、くすぐったいって言ってるだろ。フィリー様、それは。おう、クケイ、これか。今窓から入ってきたんだがな、なぜか私に。離れなさい。な、何をする、クケイ。フィリー様、あれは小さいが危険な生き物です。何かお変わりありませんか。変わり、
何もないぞ。ただあれと遊んでいるとな、何か胸がモヤモヤしたのだ。これはそう、フィリー様、こないだクロムちゃんとお菓子を食べた時にも、あ、フィリー様、私はあれほど何度もお一人でクロムを追いかけたりなさいませんようお願いしたはずですが、守られなかったのですね。クロムのことは私にお任せくださるよう、必ず捕らえてみせますと言っているのに。それはだってクケイがいつまで経ってもクロムちゃんを連れてきてくれないのが悪いんだ。そうですね、それは当然です。クロムは邪魔者でしかない。はい、クケイ、フィリン様、少しお疲れのようですね。休まれてはいかがですか。私は別に。いいえ、あなたは休まれるべきです。私が子守歌を奏でてあげますよ。でも、ほら、耳を傾けてください。この優しい旋律。クッキー、いい、迷宮組曲。さあ迷い込め、出ては来られぬ記憶の迷宮へ、深く深く歌方の夢とともに、静かに深く次に目覚めた時、あなたはいつものフィリー様です。美しい寝姿です。フィリー様、いつまでも私の 2D の星でいてください。それじゃあみんなよろしくね。島までは船を用意してあるから港へ。おお、残るは一気にクリアだ。裏ダンジョンなんていらないよ。皆さん、どうしても私行っちゃいけないんですか。ええ、そうよ。島にはシルクワームの総本部があるんでしょ。暴走バケモンの剣もありますし、さすがに連れて行けませんわ。でもお姉ちゃんが。お姉さんのことは私たちに任せて。女神にして勇者、女神勇者ネプテューヌのことが信じられないの。ううん、分かった、私信じて待ってます。オッケー、それじゃあ出発の前に。何よ、プリン食べさせろとか言う気。違うよ、違わなくもないけど、じゃなくてここは一発気合い入れるためにエンジンでも組んどく。やるぞー、おーって。いやよ、恥ずかしい。ふん、何でもいい、行くぞ。しょぼんな、コロメのセーブは大事だよね。
ろしいでしょうか。なんでそんなこと。私はこのジムのリーダー、サトコよ。中に入りたければ私とファイトしなさい。おしっとにモンスターなんて飼ってないから無理だよ。行くわよ。さあファイト。ずいぶん一方的ね。みんな行くよ。本当の力を見せてやる。アリオン、セイン、君に決めた。もらった。これで終わりにしよう。私の本気を見られたことを誇りに思って消え失せろ。オーバーレイ。さようなら。私に任せて。私社長。自分で。私もまだまだやれるな。あなたたちのことが理解できたわ。わかるの。あなたたちはいい人ね。どうも。ぐいぐい来るな。ファイトはいいものね。島から人がいなくなってしまって、しばらく対戦ができなかったの。人が…それってシルクワームに？あら、知ってるの？そう。シルクワームがこの島に来てから、島の人たちは追い払われるように、他の…ネプテューヌ…うん。ねえねえ、あなた妹がいるんじゃない？え？ええ、いるわ。
よくわかったわね。ファイトを通してかしら。やっぱりファイトはいいものね。しないよ。そうじゃなくて、私たちあなたの妹と知り合いなんだ。妹と？なんだそうだったの。ええ、元気ですわ。島にも来たがっていたんですけど、危ないですから。そうね。今この島はシルクワームの総本部がある本拠地になっているから、シルクワームさえいなくなれば妹もみんなも戻ってこれるんだけど、そのためにシルクワームを島から追い出すために、私はモンスター扱いになろうと修行しているところなの。モンスター扱い？ええ、以前妹から連絡をもらったの。モンスターをゲットして育てれば強くなるって。そうだったんだ。私たちと会う前の話かな。そうでしょうね。妹からどんな風に話を聞いてるの？例えば機械を使えば強くなるとか。ええ、そんな風に書いてあったわね。でもそれは違うと思うから、機械に頼っていないわ。モンスターを強くするのに大事なのは、優しく大切に愛情を持って育てることよ。私、安易な手段で楽をしようとするのはいけないわ。立派ですわね。よく聞いておきなさいよ、ネプテューヌ。友情、努力、勝利、いい言葉ね。だからさ、ファイトしましょう。しないってば、遠慮するよ。そう、残念。それならあなたたち妹と知り合いなんでしょ？ならモンスターの捕まえ方を教えるから、一緒にシルクワームを倒すのに協力してくれない？うん、いいよ。私たちもそのつもりで来てるし。仲間っていいよね。ネプテューヌが言うと、その方が楽できるからって意味に。否定はしない。使える仲間、大歓迎。現金なやつだ。それで、協力するのは構わないが、肝心のシルクワームの総本部はどこにある？総本部があるのは島の中央よ。でもどうすれば総本部の中に入れるのかは分からなくて、巨大なモンスターが入り口を守ってるの。あれをどかせられればいいんだけど、あるいはどこからか入れる場所を探すか。調べてみるか。クロムちゃん、なに？面白い話をしてるわね。そう、あの子誰？シルクワームのトップ、フィリンだ。あの子が？そうね、教えてあげよっかな。どうしよっかな。どうせあなたたちに私は倒せないから、教えてあげてもいいんだけど、その代わり条件があるわ。条件？私にもモンスターの捕まえ方を教えなさい。モンスターのマスターになれば、たとえ豪華の中、海の中でも、そしてクロムちゃんのスカートの中にも入れるって聞いたわ。入るな。大地、お前はもうたくさんモンスターを飼ってるだろう。何のこと？何のことって、お前近頃ね、うちの隊員たちがモンスターをペットにしだしてて羨ましいのよね。私もペットにしたい。もしかして遊園地の騒ぎ知らないのかな。捕まえたモンスターを悪いことに使うようなら教えられないわ。そんなことないもん。捕まえたモンスターは優しく大切に愛情を持って育ててみせるわ。わかってるわね。気に入ったわ、教えてあげる。いいのかな。さあ早く教えるのだ、モンスター。モンスター何か。ブラム、フィリンはシルクワームの内部のこと知らないのかしら。そうね。それじゃあみんなに捕まえ方を教えるわ。忘れないように、友情、努力、勝利よ。まずこの専用のエネミーボールを渡すわ。これを捕まえたいモンスターに投げつけるの。おお、わかった。そうすれば
ればボールの効果が発動してモンスターを閉じ込められるんだね。ボールの効果？うまくボールをぶつければ気絶するから、そこを捕まえてポシェットに詰め込むだけよ。専用ボールの意味は？投げやすい形と重さをしてるでしょ。よくわかんないけど、やってみるわ。えい！じゃあ私も。えい！しょうがないわね。それ。やあ。はい。私はやらんぞ。もうなかなか難しいわね。えい！これはプルプル。プルプル？このモンスターは？そっか、じゃあ名前はプルプルね。何を言ってる、覚えてないのか。こんなモンスター初めて見るわ。君に決めた。これで私もモンスターのマスターよ。嬉しいな、嬉しいな。キュッ、グワーよろしくね、プルプル。なんか和んでる。あ、今なら。ねえねえ、よかったね、フィリン。うん、ありがとう。すっごく嬉しい。やったー。よかったね。総本部ってどうやって入るの？それは合言葉を言うか、特別な笛を吹いて門番のモンスターを起こすと入れるのよ。情報ゲットだぜ。あ、つい喋っちゃったわ。にやり。計画通り。うーんだ。でもこの笛がなければモンスターは動かせないんだから。行きましょう、プルプル。キュー、この笛はあげないんだからね。ちゃんとポッケにしまって。だビーだ。あ、ポケットから笛を落としていきましたわ。シルクワーム、あんなのがトップで大丈夫なのかしら。重要アイテムゲットだぜ。楽ちん楽ちん。クロム、さっき何か言いかけてたわね。プルプルがどうとか。そういえば、ああ、フィリンが捕まえたモンスターはプルプル。昔家のそばで空腹で倒れているところ、フィリンが拾って餌をやってな、プルプルと名付けたのもフィリンだ。え、でもフィリンは知らないって。わからん、どういうことだ。ジャーンプ。みんな、行くよ。終わりにしよう。私の本気を見られたことを誇りに思って消え失せろ。オーバーレイン。さようなら。狂っただけだ。変身完了よ。はい、いい手応えね。そこ、華麗
ふっ、そこ。ふっ、あっ、やっ、やっ、今気をつけなさい。借りは返すわ。決める。今気をつけなさい。借りは返すわ。一気に決めてみせるわ。勇気を示す。うなる必殺の王国歌劇団。これが女神の実力よ。できないぞ。聞いて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 ないぞ。任せろ。期待を大きく超えてやるぜ。ぶっつぶす。行くぜ。ドンピシャだぜ。逃がすか。ありがとな。これは聞いてないぞ。ボロ雑巾にしてやるぜ。これで全部終わらせる。とどろけ。手こずらせやがって。
しいとこっと。